向かって右側から JAXA 理事長の山川博史でございますで真ん中 JAXA 理事宇宙科学研究所所長国中人志でございますその隣 JAXA 宇宙科学研究所副所長藤本雅樹でございます JAXA 理事長の山川でございます 2024年1月20日、日本標準時午前0時20分に、小型月着陸実証機、スリムが月面へ着陸したことを確認いた,しました今、ご案内がありましたように、本日、小型月着陸実証機、スリムを用いまして、月表面への着陸に挑戦をいたしました。 探査機は着陸後、正常に通信を日本局に伝えております。また、地球からのコマンドも正確に受信をして、それに探査機が反応しておるということも確認ができております。ただし、太陽電池の発電ができていないという状況が今、確認されております。現状は電力が発生できておりませんので、 搭載されておるバッテリーで運用がされております。で、えー、着陸に際して取られました、取得されましたデータが探査機の中にストアされておりますので、えー、これをまず、えー、このデータを地球にダウンリンク地、地球にデータ送信させてあの、化学成果の最大化を図るべく、現在、努力をしておるところです。スリムが当初目標とししておりました 100メーター制度の高精度着陸につきましては、当初よりご案内しておりますように、データの詳細な解析を必要としておりますので、この100メーター制度の着陸の成否につきましては、しばしお時間をいただきますよう、よろしくお願いいたします。